はい、えー、速っ事塾の久保でございます、えー。今回の衆院選いかがだったですかね衆院選が終わった後に、実はね、一人の人がその身体を問われているんですよね。そう、あまり幹事長です。まあ、自民党には総裁という立場があって、これが岸田総理がやってますよね。その次に副総裁という立場があるんですけども、実はね、ナンバー2は副総裁ではないんですよ。副総裁はあくまでも、総裁が何かね、うーん、健康上の理由その他で、 手が開かない時に、まあ、総裁の代行する役割ということで党内をまとめるということなんですけども実質的なナンバー2はあー幹事長なんですよね、まあ、ですんで今回の甘利幹事長が、まあ、大抜擢の人事だと言われていたんですけどもここにですねね岸田総裁の知知恵恵が張りり巡らされていたわわけですすよ、ね、どんな知恵かかりますかまねまずは岸田総裁が総裁になる前に言われたこと。 ま、直接、こういう表現は言わなかったですけども、二階幹事長にはもうその座を退りていただくと。要するに自民党内ではもう要職につかなくていいよということでした。これが任期1年、最大任期3年ということだったんですけども、これに反応して菅総理が二階幹事長を道連れにするような形で辞任していきました。ね。そして次です。岸田総裁が その座につくことによって、総裁の座につくことによってですね、竹中平蔵デイビッド・アトキンソン、この二人を、まあ、解任しました。ということで、新自由主義経済の翼を半分もいだわけなんですよね。その次に、幹事長として据えたのが、甘利幹事長なんですけども、最初はね、なんでまり幹事長政治と金の問題払拭されてないじゃないか。という批判がありました。でもここにね、 岸田総理の知恵が働いていてたわけですよそうなんですよ。ここでですね、甘利さんを、甘利明さんを追放しようと思ったら、まさにですね、政治と金の問題が目立つところに、その矢面に置く必要があったんですよね。これが、まあ、一般職、もしくは中堅以下の役職でしたら、甘利幹事長の追及は今ほど厳しくなかったはずです。つまりは 小選選挙区でで当すする可能性が十分あったんですよねところが幹事長に据えたことによって政治と金の問題がかなりクローズアップされてですねそこに公明党の組織票がドバッと離れて小選挙区で落選というね幹事長の座で落選という大恥をかかしたわけなんですよこれによって幹事長という座を追う理由ができたわけなんですよねプラスこの時期に 幹事長を現役で退化せるということはですよ。選挙で選ばれなかった。まあ、比例で復活っていうのはね、えー、ワンチャンあったわけですけども、本来なら比例で復活もなかったわけですよ。そうなると完全に国会議員としては終わり。もしくは比例で復活しても、もう党の要職につけることはできないという判断が客観的にもできるわけですよ。ということで合法的に甘利幹事長を追放した形になりました。どうですかこうやって。 岸田総理は一歩一歩自分の道を邪魔する者を合法的にですね追いやってるわけなんですよ次は誰ですかね次は安倍総理なのかそれとも麻生副総裁なのか着実にそのレースは進んでるかなと思いますそしてですね今回の衆議院選が終わりまして改めてね内閣改造がもしかしたらあるかもしれないと と,いうところがありますそれはですね補正予算を組みながら岸田総裁があらかじめ考えていた国民救済のための財務省への財政出動これを邪魔する人間を排除する動きとこうして進んでいくんではないかなというふうに考えてますけども皆さんいかがですかねいや私はね岸田総裁っていうのは本当に国民の声をよく聞く人だと思うんですよそしてそれを実現のために一歩一歩動かす人だと思います ただ残念ながら岸田総裁のような改革派に敵がいるのも事実ですそれは今までのこの自民党という体質こういったものに利権をしっかりと根付かしたものは抵抗するでしょうねもしかしたら岸田総裁の国民に対する約束はそういった意味で果たされないかもしれませんでも今までのところどうですかね岸田総裁は 私たち国民の思思う方に動いいてると思いませんかもちろんここで打ち止めかもしれませんけどもどういうふうに岸田総裁がですね国民との約束特に地元広島の有権者との約束を守っていくかっていうのは我々国民がですね岸田総裁を、うん、いわゆる邪魔して悪評を立てて岸田は駄目だというね民意を打ち出していくのかそれとも岸田さん よくここまでやってくれたと次も期待してるよという形で背中を押していくのかどちらかだと思うんですよ私は今のところですね岸田総裁が新自由主義経済の離脱のために新しい資本主義の確立のためにそして中堅以下弱者救済のためにですね分厚い中間賞を増やすというのは何もね高所得者を引きずり落として投資で儲けてる人から税金を引っ張ってきて下に落とすことによって 中間層を増やすすことではないんですよ逆にですね平均以下の所得の方を底上げすることによって中間層を増やそうとしてるんですよですんでねここでえ本当に私がね訴えかけたいのはお金もうけてる人ね成功者の人にネタものは分かりますでも金持ちが金がなくなったところで金がない人が金が儲かるわけじゃないんですよ逆なんですよねお金を儲儲けけてててる人にはももっっと儲けてもらって そのこぼれてきたお金を中間層以下に配分するという形をねまずは引いてもらうことそして今度はこれは政策によってですね残念ながら所得を獲得できなかった人に補償する意味でも給付をする意味でも底上げをしていただいて中間層を増やしていくこういう形だと思います特にロスゼネ世代に対して今のところ言及はされていません岸田総理でも岸田総理の息子さん2人この方たちも同じような年代にいるはずなんですよ ということはね、少なからず私たちちのの中間層以下の気持ちも組んでいただけるんじゃなないいいかなと思いますね。うん、いささかお人よしすぎるかもしれませんけども今までの動きを見て私が感じているのはそういうことなんですよ少しずつチェックメイトに向かっているんじゃないかなと思いますそして1週間前よりも今日の方が岸田総裁の意向は動かしやすくなっているんですね もちろん、岸田総裁が総裁になったからこそ、できることも増えたと思います。で、ここにですね、高市早苗さんがどのようにバックアップしてくれるか、これもね、期待大なんですよ。もう、もはやね、河野太郎さんのような、ちょっとね、邪魔をしてくる人は、もう遥、はるかかな話題にも上ってないですよ、今、うん。もしかしたら、かつては、岸田終わったと言われましたけども、今は、河野が終わったと。 言これからですね若手の起用も進むと思いますしその若手の起用ということはまさに消費税減税の方に動いていくことも考えられる今回の野党共闘は消費税減税を野党全員一致で訴えかけたその表れだと思いますそしてその野党の抵抗勢力減税というものを潰すためにも自民党でも減税を考えていこうじゃないか こんな動きが始まるんじゃないかなという風にね甘々の予想してますけど皆さんいかがでしょうか <laughs> お前は分かってねえよって言われそうですけどもね分かってないなりにいろんなことを考えるのは私の自由ですからねそこはね、邪魔しないでいただきたいかなと思います <laughs> え、そしてね、私に文句を言うよりもぜひね、官邸の方に文句を言ってくださいメールアドレスもうお分かりだと思いますのでそちらの方にお問い合わせいただければ えー、国民の声は届くようになっていますのでよろしくお願いしますそれでは失礼します